どうもこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。アラキリです。 I heard about you long before we met. Your winsome and your young at least. さあ今日はお取り寄せクラブのスペシャルとして竹本さんが愛媛県と広島県で一品を探してきてくれました。こちらです。もうね、いい香りがしてるんですよ。さあ、オンエア後疲れた体に染み渡るはず、たっぷり味わいます。こちらがまず愛媛県の記念付き餅カレー。そう、これ私あのオンエアでびっくりしたんですけど、カレーと一緒になってるのがお餅カレーとお餅ってこれまでにありそうでなかったですよね。うわー、いただきます。美味しいこうカレールー自体が結構スパイスが効いていて、でも辛すぎず、多分玉ねぎなのかな、すごい深い甘みも後から来るんですよね。だからすごくこう幅広い世代食べやすい味で、実は大須賀行ったことないんですよ。こんな美味しいものあるんだってびっくりしてます。愛媛はありますね。松山、あまり近かったですよね。私4年前まで香川県高松市に住んでいたので、その時は車で同期と遊びに行ったり、すぐね愛媛県できる距離だったので、香川県民知ってるのかな、これ。あとすごいちょっと名案聞いてください。これキャンプでよくないですか。本当に温めるだけでこれを自然の中で食べたらすごい美味しいと思う。キャンパーおすすめ。では続いては広島県の友酒造の芳名酒いただきます。まずはこちらが何も混ぜずそのままロックということですね。やってみましょう。意外と甘い。漢方が入ってると聞いてたのでごめんなさいね、これ勝手なイメージですよ。ちょっと苦いのかなって覚悟して飲んだんですけど、あの香りも強すぎないですし、これでも十分飲みやすいですね。おすすめの飲み方でこれを牛乳で割るとよりいいですよということで、これは竹本さんもまだ飲んでないのかな、私がいただきたいます。なりました。飲みやすくなりましたし、なんだろう、最後にしっかりと甘みがあるので、杏仁豆腐とかそういう雰囲気のなんかね、デザートとして最後に出てきてもいいくらい美味しい。中華に合うと思う。広島県は野球を見に行ったことがあります。でもその時は大雨が降って、実は最後ずぶ濡れになって帰った思い出があるので、ちょっともうちょっと爽やかにカラッと天気のいい日にも行ってみたいなって思ってたんですよ。このお取り寄せクラブってその地がどんな場所なのかなとか、こう行ってみたいなって思いを馳せるのも楽しいですよね。さあ、こちらの動画いいねと思った方は高評価またはチャンネル登録をお願いいたします。今日はお取り寄せクラブスペシャル編として、愛媛県と広島県の美味しいものご紹介いたしました。